はい、皆さんこんにちは、ドラゴンです。今日はですね、こちらの方やっていきたいと思います。あの豪華選手あるある TS 第4弾ついに登場、能力解説っていうところでやっていきたいと思います。TS なんですけど、今回で第4弾ですね。今回はいつもね、第4弾っていうのはね、豪華選手が登場するっていうんですけど、今回もね、なかなか豪華な選手が、現れましたので、そちらの方一人一人見ていきたいなと思っております。それでやっていきましょう。はい、早速ですね、金子誠選手、日本ハムファイターズですね。ミート型78でパワー69なんで、ミート A とパワー B ですね、が狙えるんですよね。そしたら見栄えがいいんじゃないかなと思うんですよね。で、守備がね、なんといっても優秀で、ショート適正とセカンド適正が B なんですよ。で、捕球スローイングも B で、いや本当ね、やっぱ守備職人っていうイメージが現役時代もありましたけど、そこのイメージをしっかり受け継いでるなっていう感じがしますね。で、 OB でもね、多分今後出るとは思うので、まあ、TS も取って損はないのかなと思いますね。チャンス流し打ち守備職人と特殊能力も全て優秀、チャンス20丸とかコンボでも優秀ですし、本当に使える選手じゃないかなと思いますね。はい、続いて荒井広正選手です。荒井選手は本当に打率3割6分残してたみたいですね。この時はすごいですね。ミート86なんで相当高いですよ。おまけにね、イブシリンっていう特殊能力あるんですけど、その効果はですね、7回以降得点の条件でミートが上がるらしいんですよ。でミート大アップです。しかも7回以降って本当に強い選手なのかなと思いますね。で、守備面でもね、補給 A ですし、センター適正 C なので、ほんと守備面でも使えると、普通にセンターのレギュラーでいけるんじゃないかなと思いますね。僕個人としては1番バッターで起用したい選手かなと思いますね。でそこでしっかり出塁してもらって、点を稼ぐと、そういう感じでいきたいですね。はい、続いて西野雄二投手です。出ましたね、西野雄二投手。抑えピッチャーなんですけど、9位81、積球77なんで、A にも乗せれますし、同チームも狙えるかなと思いますね。で、西野投手がなんといっても優秀なのはフォークボールです。この人フォークボールがね、本当に代名詞なんで、2種類持ってるんですよ。で、これで結構打者をゲームアップできると思うので、自走者としても使えるんじゃないかなと思いますね。先発適正 D、 中継ぎ適正 C、 抑え適正 S というところで汎用性も抜群ですし、特殊能力もね、奪三振20丸、キレ、タイランナーと、本当にどれも特殊能力としても20丸じゃないかなと思いますね。やっぱりね、先発でも使いたい投手かな。でもスタミナは足りないけど、でも本当に能力、素晴らしいので、先発でも中継ぎでもどこでも使いたい選手ですね。はい、続いて島本博選手です。ミートが78なんですけど、パワーがちょっと低いですかね。パワー59、走力69というところで、まあ、この点仕方ないかなと思います。でもミート A はぜひ乗せたいですね。あとはね、守備適正が C で補給が E なんですよね。まあ、そこがちょっと微妙なところですよね。はい、で守備も普通ですし、まあ、あと補修20丸っていうところは優秀だと思うんですけど、あとチャンスですね。これに関してはコンボ効果的にも、素晴らしいと思いますね。で、流し打ちはやっぱ島選手のね、代名詞というか、結構右方向へのヒットが、多いイメージがある選手なので、流し打ちというところは本当に再現してるのかなと思いますね。まあ補修レギュラーとしてもおかしくないと思います。はい、続いてこちらの島選手出てきましたね。赤ゴジラですね。赤ゴジラ島重信選手、この時189アンダーを打ってね、3割3分7厘、ホームラン32本、打点84というところで、とても、覚醒した投手だったかなと思いますね。ミート83、パワー79なんで、ミパー A 可能ですし、まあ、どっちも狙えるんじゃないかなと思いますね。で、守備面は微妙なんですけど、まあ、DH スタメンなのかなと思いますね。で、固め打ち20丸効果優秀で、コンボ的にはね、TS の松井和夫選手とか、そこら辺の強い選手とも相性がいいので、特殊能力も使えると。はい。今回トップクラスの当たり選手になるかなと思いますね。はい。
はい、続いて畠山和弘選手です。ミート69パワー78というところで、まあ、日本ハム中田翔選手と似たようなステータスかなと思いますね。なので、まあ、ミート A パワーじゃあミート B パワー A かを狙っていきたいなというところですね。ファーストの守備はうまいんですよね。ファースト守備適正 C ですし、補給も C なんで、ファーストレギュラーとしても、使える選手なのかなと思いますね。で、チャンス20丸持ってるので、まあ、この時得点圏打率の方が、しっかりと打率の方を上回っているというところで、チャンスに強いバッティングで105打点を稼ぎましたので、チャンス20丸というところはしっかり再現できてるのかなと思いますね。まあ、ラインドライブっていうところがちょっと微妙ですけど、まあ、風の影響を受けないっていうところはいいですけどね。はい。まあ、フルヒッターっていうところも、まあ、畠山選手らしいのかなと思います。はい、続いて杉内投手でーす。杉内投手。僕、正直ソフトバンクの方で欲しかったんですけどね。まあ、巨人の杉内投手が出ましたと。で、球威型で82、制球75、スタミナ78、スタミナ A も出られるんで、QEA スタミナ A というところを狙っていきたい投手ですね。ちょっと4球種は少ないでしょうか。はい。でもね、チェンジアップはさすがの綺麗だなと思いますね。ストレートの球質もね、B 以上欲しかったのかなというところです。で、まあ、キレ20丸、奪三振、尻上がりというところで、特殊能力は全てもう当たりだとは思います。やっぱね、この年ね、ノーヒットノーランを達成して、活躍が期待されていましたけど、この後ちょっと怪我に泣かされて引退という形になってしまいました。まあ、本当に、今年のまま活躍してほしかった、そんな投手だと思いますね。はい。尻上がりはとても杉内投手らしいですね。伸びもついてもよかったかな。でもね、はい、続いて村田修一選手、今回一番の当たりだと思います。ミート A、 そしてパワー A ですね。80-84というところで。で、称号コンタクトヒッターというものをつければ、ミパ同値可能です。83-83の同値を可能です。で、サード適正 C。守備うまかったですもんね、村田選手って。守備積極ですし、補給 F なんですけど、まあ、守備面でも十分使える、そんな選手だと思いますね。で、超パワーヒッターついてますし、広角打法存在感。というところで、得能は20丸です。完全に20丸です。やっぱ横浜時代の村田選手とか欲しいですね。この時確か笹岡投手の引退試合でホームランを打った村田選手でしたね。あの時の笹岡投手の大人の対応が、僕は感動しました。はい、続いて山井大輔投手です。山井大輔投手、球威とスタミナ、同値75ですね。制球66というところ で、なんか山井投手の、ね、いいところっていうのはこの汎用性ですよね。先発中継ぎ適正 S、 抑え適正 C というところで汎用性抜群で、今ね、急増しているね、援護20丸、これ増えてるんですよね。 OB をはじめとしてね、これ増えてるんで、コンボとしても優秀になってきてるかなと思いますね。で、あと尻上がりでしょ、なんといっても。まあ、ここも、スタミナもしっかりあるので、尻上がりも本当に使える特殊能力になってくるんじゃないでしょうか。はい、続いて矢野明弘選手です。今回ね、矢野選手もね、やっぱミート A に乗ってくれましたね。ここは優秀じゃないかなと思いますね。で、保守適性 B ありますし、補給スローイング肩も本当低くないし、優秀なキャッチャーじゃないかなと思います。保守20丸もついてくれたんで、本当にセンターラインコンボ的にもキャッチャー的にも優秀な選手だと思います。で、アベレージしたチャンスがついてますので、自走車でもしっかり使える選手になってくると思うし、この時リーグ3位か、打率が、リーグ3位の打率を残したというところで、はい、その能力がしっかり反映されていると思うので、矢野選手当たり枠ではないでしょうか。はい、続いて西武岸隆之投手です。西武で出てきましたね。で、9位80の制球79、スタミナ81というところで、
これトリプルドーチ狙えるのかな、狙えると思うんですよね。オールエイドトリプルドーチとか狙えると思うんで、その点は優秀だと思いますね。で、相変わらずね、やっぱ球種もカーブがこの曲がり方と、であとはキレも B ありますし、あ、球威か、球威も B ありますと、球質かね、球質 B 球種が1、 A 球種が1というところで、あの球種は少ないんですけど、 それ以外カバーできるってやると思いますね。で、伸び20丸コントロール尻上がりというところで、はい、もう尻上がり持ってる時点で優秀ですね。あと、なんといっても騎手としては中継ぎ形成が D あります。なので、この点汎用性も抜群ですので、当たり力になってくるんじゃないでしょうか。はい、最後に森福投手です。森福投手は、一応ですね、9位79の制球76というところで、同中も狙えるし、9位 A も狙えます。で、 B 球種 1A 球種1というところで、騎手投手同様、球種的にも、素晴らしいものがあると。で、中継ぎ適正、抑え適正 S、 ここで汎用性も抜群だと。で、タイピンチ、キレ、奪三振と解くのはどれも優秀ですので、今回森福投手も当たり枠に十分入ってくる投手だと思います。この時はね、あの抑えもやってたんですよね。17セーブついてるんで、中継ぎ以外にもセットアッパー以外にも抑えをやってたというところで、この優秀さがしっかり反映されてると思います。はい、というところで見てまいりましたが、今回の当たり枠、まあ 4,5 人はいたんではないでしょうか。やっぱ村田選手のステータスが目立ちましたね。あと岸投手の、球威、制球、スタミナ、そこも目立ったのかなと思いますね。あとはそうだな、僕的には矢野選手とかとても注目になるかなと思いますね。はい、で今ね、新しいイベントが始まってます。でこちらですね、バッティングトラベラーというところで、これ飛距離かな、飛距離を、伸ばすゲームかな、簡単に言えば。で、一応景品はね、 S ランク契約書 TSの第4弾 33%、 わずかな確率にかけて、TS 選手当てていきたいなと思ってますね。はい、というところで今回こんな感じで動画の終了させていただきます。チャンネル登録、高評価、どうしようお待ちしますので、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。失礼します。